タントリックスはニュージーランドのマイク・マクマナウェーによって考案されたタイルベースのアブストラクトゲーム56枚のフェノール樹脂のタイルにはそれぞれ3本の線が描かれており他のタイルに描かれている線につながるようになっている3本の線には同じ色のものはないなお線の色は赤、黄、青、緑の4色がある56枚のタイルに同じものはなく それぞれのタイルには1から56の番号が振ってある。複数人で遊ぶ場合、開始前に各自が色を選ぶ。このため、最大4人で競技可能である。各自が袋から1枚ずつタイルを取る。裏に書かれた数字が大きい人が最初の競技者となる。各競技者は袋から6枚ずつタイルを取り表を向けて自分の前に置く。最初の競技者は、 自分の前のタイルから1枚を場に出す。その後は時計回りに順番にタイルを並べていく。1枚タイルを出したら袋から1枚ピッキ常に手前には6枚のタイルがあるようにする。タイルを並べるとき、タイル同士が接する辺には同じ色の線が来るようにしないといけない。3方向が覆われた空所ができた場合、それはゴブルと呼ばれる。競技者は自分の手伝いの時 可能な限りゴブルにタイルを置かなければならない。タイルを置くことができるゴブルがある限りこれを繰り返す。タイルが置けるゴブルがなくなったら、3つの高速条件に反しない範囲で隣接する任意の場所にタイルを置くことができる。このタイルを置いて1枚補充した後でゴブルにタイルを置くことができる場合は、そこにタイルを置く。タイルを置けるゴブルがなくなったら次の人に、鉄害が移る。 上述の三つの高速条件とは以下のものである。同じ色の線が三棒に集まる強制的な空所を作ってはいけない。四辺が囲まれた空所を作ってはいけない。長い直線の同じ側にタイルを置いてはいけない。これは、これによって生じたゴブルを埋めていくと最終的に四辺が囲まれた空所ができるからである。 袋の中のタイルがなくなったら蒸気の高速条件を無視してタイルを置くことができる。ただし可能な限りゴブルを埋める義務はそのままである。すべてのタイルが並んだら終了である。自分の選んだ色でできた線革のうち最も高い点数のものが得点となる。六角形に三色の線を引くパターン右端2枚は セットに含まれていないタントリックスの原型は1988年にマイク・マクマナウェイによって考案された。彼はこれをマインドゲームと呼んでいた。これは現在と同じ56枚セットだったが、紙製で色は黒と赤の2色だった。マイクは自身が経営していたゲームショップの顧客から意見を集めルールやデザインの変更を繰り返し、 1991年にタイルをプラスチック製にし、色を2色加えることで4人で遊べるようにした。かつてのタイルは手書きで、ピンクのような現在使用されていない色も使用されていた。初期のセットには、三重交差と呼ばれる8枚のタイルがあったが、3色の線が集まるゴブルにしか適用せず、ゲームの遅延を招くことが分かった。このため、1993年には、 この8枚はセットから除かれた。マクマウェイは複数人で遊ぶセットの他に10枚か12枚のタイルを使って単色の輪を作るパズルを考案している。マクマウェイはさらに 3D 版やマッチを含む複数の位置つながりの線や輪を作るパズルを作成したが現在ではほとんど残っていない。多くの国で売られたセットには以下のようなものがある。 タントリックスディスカバリーマイナス上術の一人用パズルが原型となっている。3から10枚のタイルで指定された色の輪を作る。タントリックスソリティア一人遊び用の14枚のセット。ディスカバリーの拡張版になっている。タントリックスマッチ最初に数枚の配置を指定して残りのタイルを埋めるパズル。タントリックスゲームパック袋と56枚のタイルのセット。 複数人ゲームとすべての一人遊びが可能。A.B. タントリックスジャパンの歴史紹介。ありがとうございます。